おめでとう。君は無事成人の日を迎えることができた。だがこのままではいかん。君たちの命は戦場に散ってこそ輝くのだから。何の真似だ、クリス軍務長。ブレイドをお納めください、執政官殿。貴様、この者の輝きを奪うつもりか。命を奪う必要はないと申しているのです。黒言まであと少し。彼の輝きは彼自身が誰よりも知っている。あなたの行為では輝かない、決して。貴様、良いではありませんか、ブイ。エム、なぜここに。その時が訪れた者には相応の姿を与えてはいかがですか。何よバカな。それでは命の輪に帰らぬではないか。ゼットも望んでいることです。ゼットが。そんなはずは。承知した。貴殿の好きにするがいい。私に送らせてください。いい調べだね、クリスのオリジナル。まあそんなとこかな。俺も取り入れようかな。ノアにはノアの調べがある。あれはとてもいいよ、とても素敵だ。本当に。前のコロニーで覚えた楽譜を少し変えただけだけど。大事なのは楽譜じゃない、調べに乗せる思いさ。思い？乗せれば届くんだ。姿なき者たち、女王の目覚めに呼応するか。ついの剣。あの日世界に散ったオリジンの残滓、まだ残っていたとはな。
あれはもはや流れの外のもの。我々に御す術はありません。赴くか。いえ、その必要はないでしょう。彼の方から来る。必ず私に思いを届けに。ここはキャッスルの中じゃないね。この位置ってガーディン貿易地。貿易地って？後方のキャッスルを守る要衝、新兵の訓練なんかもここで行われるんだ。よかった、またあそこに戻るのかって少し不安だったんだ。とはいえ場所が場所だ。正面から乗り込めば戦闘は避けられない。まずは近くまで行って様子を見よう。はやる気みたいだな。こっちを見て。僕が相手だよ。ありがとう。待て。今すぐやる気。これでどう？僕が相手だよ。今こそこの力を。
フォローする身にもなってほしいな。この橋の先だね。ああ。やっぱり正面からは無理そうだな。左手の浮島を渡っていこう。そうすれば基地の裏手へと入れるはずだ。入ったら目的の場所へ最短ルートで。で、欠片を手に入れたら一目散に脱出する。ああ、それしかなさそうね。了解したわ。いや、何でもないよ。ん？なぜ、あの時のことか。指示に従ってくれ。やっぱ私だよな。少し待ってくれ。あの装置を使えばさらに先に進めそうだ。これを。よし、いいぞ。うまくいくかな。わからないけど、極力目立たないよう努力しよう。君が悪いな。人っ子一人いやしね。どういうこと？こないだアナイアレイターをぶっ壊したから？いや、それは考えられない。キャッスルそのものにダメージはなかったはずだ。女王様が機械だったから？だとしても僕らは兵士たちを解放していない。なのに誰もいない。かけらの場所が移動している。おい、ノア、こいつはどうした？調べだ。調べ？
本当だ。この調べはケベスの。ああ、それもただの調べじゃない。この奏で方、クリス。クリスってノアの送り人の教官だったあの？ああ。え、だってクリスは。ああ、4年前に戦死した。エーセルのように再生されたということか。いや、多分違うと思う。まさかメビウスか。メビウスには二通りあるわ。 Z や X のように原初からメビウスだったものと、 M や N、ヨランたちのように人からなったものと。じゃあもしかして罠？かもしれない。だけどオリジンの金属の反応はここで間違いない。行くんだな。ああ、行くしかない。正面から？向こうは俺たちに気づいている。なのに誰もいない。待ってるんだ、俺を。初めて見る場所だな。手伝ってもらえる？任せてくれ。行くよ。よいしょ。何があるんだろう。これって珍しいもの？なんつうか妙だな。静かすぎるよね。久しぶりだね、ノア。やっぱりクリス。嬉しいよ、君がまだ送り人を続けていてくれて。クリス、どこだ、どこにいるんだ。僕は女王の間にいる。ゆっくりでいい。ここまで来てほしい。そして聞かせてくれ、君のあの調べを。クリス！待っているよ。初めて見る場所だな。ああ、上へ向かおう。クリスの待つ女王の前。
最初の出会いは成人の儀の日だった。あの日か。そのしばらく後、俺は送り人に志願した。そして再会した。君がノアだね。今回君の教官を務めることになったクリスだ。よろしくね。ねえクリス、教えてほしいんだ。なんでクリスはあの日悲しそうな顔をしていたの？あの日？成人の儀の日、コロニー14であった。ああ、ノアにはそんな風に見えていたのかい？みんな嬉しそうだった。あの兵士も晴れ晴れとした顔をしてた。だけどクリスは、彼は満足していたんだと思う。満足？ここまで生きられた、戦えた、命を全うできた、みんなのために。それはとても悲しいことだ。どうして？だって成人の儀を迎えられたんでしょ。成人するとは何だい？命の刻限を迎えること、戦いをくぐり抜け生き残ること。それは、それで消えていくことが本当に彼にとっての満足だったのだろうか。あの笑顔は本物だったのだろうか。僕には泣いているように見えた。終わりの姿を選ぶことができなかったんじゃないかってね。クリス、偽りの死は悲しいよ、ノア。偽りの死か。今ならそれ、わかるな。なんとなくだけど。あの時クリスは、俺に問うてたんだ。俺が選んだ道、その選択で満足なのか。そしてクリスは選んだ。あの日、自分の終わりの姿を。俺は聞きたい、あの時のクリスの思いを。そして今、俺の前に現れた意味を。待つのがじれったい。ここもきっちり探索しないとな。クリスか。ったく、気に食わねえな、メイビウスの連中は。
待つのがじれったい。ウロボロス、再び私の前に現れるとは。命の尊さを知らぬ愚か者たち、あのまま逃げ隠れておればよかったものを。致し方ありません。女王の座に土足で立つ無礼、その身をもって教えてあげましょう。耳障りな音だな。所詮は作り物、調べのない言葉は届きはしない。聞かせてくれノア、君の本当の調べを。君たちの調べ聞かせてもらおう。クリス、何だ。クレッシェンド攻撃を継続する。いい動きだな。レゾナンスインパルスウェーブ、リベレーションアロー、インパルスウェーブ、クレロアデトレーション、ヒット、投降していこう。ユイナ、行けるか。クレッシェンドウェーブ、いい感じだ。そんな、ノアが倒れちゃう。
する。まだまだ殴らせてもらうぜ。このまま終わらせよう。僕が相手に倒れて僕たちは止められない。その思いがよ。打ち抜く。インパルスウェーブ。急所追加。ノアに負けてられないね。教えてくれ。なぜベビウスになった。なぜ君はその選択をしたんだ。君に会うためだよノア。俺に。君はこの世界を変えたいと願っている。ああ、今が不満足だから変えたいのかい。今が間違っているから変えたい、それだけだ。なるほど、飽くなき欲求というわけか。欲求？君たちはより良く、より高くと願っている。願ってはダメなのか。ダメではない、それは人の本質だからね。だけど君たちは知らない、知らなくてはならない。何を？樽を知るということ。樽を知る？君たちは力あるものだけが到達できる地平へと行こうとしている。君たちの言葉は強いものだけが持つ言葉、勝者の論理だ。鳥にはミミズの気持ちなんて分かりっこないんだよ。では力なきものはどうすればいい。置き去りにするのかい。その人の全てを断じ終わらせてしまうのかい。それをしてきたのがメビウスだ。ノア、君たちがしようとしていることも同じなんだよ。オリジンを解放することで本当に世界が再生されると信じているのかい。君たちはアグヌスの女王から聞いたはずだ、世界の顛末を。女王様が嘘を言ってるっていうの？嘘は言っていないだろう。だったら。だが確証もまたない。もしもし世界が女王の言葉通り再生せず消滅してしまったら。え？無双であったならどうする。還元に乗せられてかけるのかい、命を。その責任は誰が取る。それは俺はそれでもいいと思ってる。ほう、
君の笑顔だよ、クリス。今わかったんだ、あの時の君がなんで笑ったのか。ここでいい、あの言葉の意味が。まだ行くのかと君は俺に聞いた。今答えるよ。聞かせてくれ。行くさ、どこまでも。最後の瞬間を大切にするために。最後？最後を迎えたその時、一生を振り返って笑えれば。それでいい。最後に笑いたいから、みんなそれぞれの一生の中で選ぶんだ、未来の自分を。だけど選べないがゆえに人は壊れていく。もがいて苦しんで、答えの出ない霧の中であがくんだ。答えの出せない世界なんて間違ってるよ。偽りの死しかない世界ならない方がマシだ。世界と心中すると言うんだね。俺はメビウスが作ったこの世界を切りたい。結果がどうなろうとも。ああ、出なければ女王はあんな話を俺たちにしやしないさ。全てはあるがままなんだろう。できることは限られている。だけどわずかな可能性を信じる思いは確かにある。そのあるがままの思いを俺は信じる。ノア、君の調べ確かに受け取ったよ。では見せてくれ、君の覚悟、君の笑顔。本気で行くよ。望むところだ、クリス。鬼ダイバー、インパルス決める。ありがとう。覚悟と見せてくれ、ノア。なんだな、それだけで分かるか。これはどうだ。この程度は予測の範囲内、防御に専念するんだ。こういうのは趣味じゃない。インパルスレビュー、キャナの力もっと見せてくれ。Come on!
頭を使ってみるか。やったー。まずは俺が。
だね。待ちくたびれたぜ。ダメ押しのこの一撃で。こんな作戦でどうだ。ここは鏡で普通の弓をお見せします。いい調べだったよ、ノア。ノア、僕をメビウスにしたのはゼットだ。僕だけじゃない。ジェイも、Nも、Mも、元人間だった者たちをゼットはメビウスに変えた。なぜゼットは君たちを。答えは Z に直接聞くのがいいだろう。だけどね、ノア、僕はメビウスに慣れてよかったと思っている。だってこうして君の調べが聞けたのだから。クリス、メビウスはこの世界でしか生きられない存在だ。強く、そして弱い。弱いがゆえに今を求める。未来への一歩を踏み出すことを恐れて。僕は一つの疑問から送り人になった。送るものと送られるもの、双方の間にある思いを知りたかった。
記憶はついえても思いは残る。思いを旋律に乗せれば届く。以前君にも話したことがあったよね。ああ、それを表しているのがシティなんだ。シティが？シティに生まれた人々の命は本来オリジンには存在しなかった命。彼らの存在がいずれ生まれ来る未来を示しているんだ。彼らが未来を。彼らは希望だ。かつての君たち、ウロボロスたちの思いの結晶なんだ。それは決してついえはしない。クリス、君は全て知っていて。ノア、最後に。やはり君の調べは素敵だな。行け、ノア。その調べに思いを乗せて。ノア、クリスの言葉の意味って結局何だったんだ？ここにあるものさ。ここに？クリスは送り人の旋律を通して俺に届けてくれたんだ。俺がここにあるものを望むようになることを。全てはノアに託した。だから、みたいなものか。ああ、だけどそれは悲しいよね。行くよ、俺は。クリスから届けられた思いを胸にオリジンへ。
強く求めるか、声たちよ。ならばより強く我は語ろう。この世界の断りを我らのために。これでオリジンの金属が全部集まったね。すぐにでもサモンさんに渡しに行こう。